あいやいやいやい。マッチャー、よくもさっきは俺に5席マウントを取ってきてくれたな。仕返しとしてお前の大の苦手とするモンスター、海流、フルフルの海等級レベル300を受けてもらうぜ。ちなみに拒否権はねえからな、取れ高確定で嬉しいじゃねえか。それなのに一緒に来てくれるだなんて。いやただのツンデレやんけ。そわろた。ふっふっふ、何やら面白そうな話が聞こえてきたじゃあないか。その声は、まさか、ダテオジン。レベル300のフルフルか、私も同行しよう。枯れるのかよお前も。大船に乗ったつもりでいてくれたまえ。黒船の間違いやん。まあなんとでもいいなよ、俺の躍動する体験さばきをみんなに見せ。は？海医研究レベル221以上で受けられます。研究レベル210、お疲れい。あなたは今どこで何をしていますか？この空の続く場所にいますか？ということで今回は怪異調査のフルフルに挑んでいくことになりました。めっちゃ難易度下がっててくさ。それには抹茶も思わず大喜びだね。これはいい、仕事をしただけだ。なんで得意げそうなんだよ。ひとまずナナシちゃんは研究レベルを上げていこうね。ちなみにこの後201まで一緒に遊んで。優しい世界。それじゃ改めまして、わよわお、抹茶です。ナナシ！マグロ！相棒の相棒の相棒です。そしてこの私、魔法少女キリタンを含めた5人でお送りさせていただきます。それじゃ早速ぶっ放していくぜ。相手の位置取りを完璧に捉えた、奥義、空中、フルバレット、ファイヤー。来ましたわー。やはりフルバレは空中で撃つのが至高ですが、最高に映える一撃でしたね、抹茶。死んでやがる、たったまま。いやそうはならんやろ。耐えられなかったらしいな。空中フルバレでの脳汁に。大丈夫？水陣も無理や。大丈夫ない。強化だからもっともんでよね。簡単丸見えやんけ。そうわろた。そういえば町田は不死身のスキル強化を使って見ているんだったね。ガンランスなのに。あれ確かにガンランスに強化で火力につなげることは難しいよね。なんだってそんなスキルを採用しているの。ふっふっふ、理由は単純さ。マグロが強化にの5石を持っていないからだよ。理由はこの人でです。とりあえずお仕置きしてもいいかな。いいよ。まあ強化だからなんぼでも大丈夫なんですけどね。やかましいなこいつ。しかもただ不死身なだけじゃないぞ。そこに豪快修羅レベル3と奮闘レベル3、さらには属性強化スキルをもろもろ盛り合わせることでなんとなんと貴族聖地が365にまで達してしまうのだ。高すぎる。あ、代わりに砲撃の火力は出ないけどね。それでもガード付き1回で250を超えたりとポテンシャルは高いのだ。結構いいダメージ出てんのくさ。あまり殴りバンランスってこと。さらには不死身性能まであるからね。フルフル戦であれば抹茶はこの装備が良さそう。今も映りかけてるもんね。気のせいだよ。それでも早替え2回と回復1回でも元通りだ。これでマスハメが飛んできても映る気がしないぜ。俺も今回は石火星を外す気がしないぜ。ナナシくんさ、まあナナシちゃんがタメ切りを外すのはいつも通りだからね。仕方ないね。気にすんな、ルーティンだ。それはさすがにクサ。おや、そして何やら違うレア圧も感じますね。まさかクソネミクに。あってな、いや合ってるな。これは正気。クソネミクに送流して一気に跳ねかすってやるぜ。正気の沙汰じゃねえぜ。正気だけに。あれもう終わったんか。早すぎですよ。仕方ない、奴は四天王の中でも最強だからね。それは仕方なくなくね。こうして放浪記の秩序は守られた。むしろ崩壊してるでしょこれは。で、前半戦終了だけどこの後はどうするの。そりゃもうみんなでフルバレとスカパーティーでしょ。お、みんな装備の準備は OK ですかな。もちろんです。いいです、いいです。大問題だ。突撃ということでみんな準備はいいか。いいです、いいです。もちろんです。まずはそれぞれ野生のかけり虫を一匹入手して、そして閃光玉を投げてから行くぜ。全員フルバレットファイヤードカーン。かっこよすぎー。ちなみに今もう一回撃つよ。全員かっこ7次第フルバレットファイヤーくらえー。かっこよすぎだろ。全員を統括して一気にフルバレットファイヤーを撃つこの様、これがガンランス4パーティーって感じで良きですね。そこにしびれる、憧れる。死んでやがる。マグロと相棒の死んでやがる。なんて幸せそうな顔して死んでんだ。あれナナシちゃんは2連フルバレの反応なんや。自分入力ミスで打てなかったんで。どやるところじゃないだろそこは。そして再び行くぜ。最高火力の強度マンゴーギーフルバレット。あやー気分はどうですか。最高、それは良かったですね。くそう、どうしてもフルバレの後隙を駆られてしまう。ほらそんな長いこと納刀してたら恐竜ショーかけりも消えちゃいますよ。いいと、とりあえずおにぎダウンでお茶を濁していくぜ。押すだけで。おにぎダウンやめろ。ナイス。それでフルバレが溜まっていない今とかは何をしたらいいんでしょうか。ブルアカでもしてたらいいよ。そういうなし。まあマジに
真面目な話をすると、普通技のフルバーストで繋ぎつつ、相手でかけり虫を回収していくのがおすすめだよ。なんだかいつもより悲鳴が聞こえやすいな。気のせいだよ。そして再び、フルバレットファイヤー。これも一緒に、フルバレットファイヤー。うん、ガイダウンも入った。携帯解除ダウンやめろ。ナイス。ちなみに今更だけど、今回買っているのは怪異克服者ガルマガラ。まあ見りゃわかるね。こいつは普通の携帯にさらにもう一つ、怪奇脈動状態っていうのがあるよ。まあ今ちょうどそれになってるな。なんか強そうじゃね。この時のこいつは作中で一番強いって評価だよ。ガードの反動もでかいし、相手つぶしもあるしで、結構楽しいモンスターになっている。小屋の飛行機確定だな。七死だけにね。何言ってんだこいつ。突然キリタンに裏切られててくさ。そして先行弾まで撃墜。であれ、なんで落ちてこないんだよ。目だけフルフルなんでしょ。せめてゴアだろそこは。そして対策のフルバレットファイヤー。あれ、何も聞こえない。マジ俺も聞こえない。自分でやられとるやんけ。アホです、ね。そしてシャガルにもしてやられるマチャコさん。食べないでくださーい。何があったんだよ。そう、ワロタ。あ、危ねえ。早く落ちるところだったぜ。今回は特に満身創痍気味です。満身で満身創痍。寒い。このキャラ高いよ。ありがとう。視界入ってんだね。まさか混入事件勃発。おいこらやめろ。っていうのは冗談で、この眠りガスガイルはシャガルに対して使うよ。てっきりお茶でシェイクするようかと。そろそろやめなさい。そしてこいつで眠らせた暁には、いよいよ全員フルバレットファイアで一気に目起こしドッキリを仕掛けていくぜ。めっちゃロマンの塊だ。ビューレートそれで、具体的にはどのタイミングでガイルを使っていく。もちろんこいつが弱ってから使うよ。とどめの一撃的なね。七死に刺されたか。とどめの一撃や。むちゃしやが。やはり七飛行した。ヤンギでもねえこと言うなし。でもケンスが目の前だから秒で点々復帰。このまま弱らせて、うん、自分が先に弱っとるやんけ。俺は死なねえぜ。声震えてんの。おー、ついにシャガルも弱ったぞ。そしたらちょうど良さそうなところに眠りガスガイルを置いといて、あとはガード待機で相手を誘いだ。なぁ、7年にいやまた送ったのかよ。やばちゃしやがって。あとは頼んだでござる。勝手にやめようとすんな。ということでみんな準備はいいか。いいな、いいな。もちろんです。合図としては俺が切り上げ、叩きつけをしたらそこで一斉に全員フルバレットファイアだ。OK かな。いいな、いいな。あとは任せろ。ほんとかよ。それで改めていくぞ。眠った相手に対して引き出される超火力ロマン一斉砲撃。いくぜ。あ、画面の音をしちゃった。あなたは今どこで何をしていますか。全員カッコ7次第フルバレットファイア。俺も遅れてフルバレットファイア。よし。手応え、あり。気分はどうですか。最高っす。それは良かったです、うん。でも、操作ミスで遅れたやつがとどめ刺してるのなんかすっきりしねえな。いやこれさ、真面目な言い訳なんだけどしていいかな。うん、いいよ。俺今までさ、自動の音終わりでずっと遊んでたんだよね。それ変えてないのさすがにくさ。つまり、操作ミスっていうより時間経過で納刀になっちゃったって話。ってことになるな。班長。ま、全員一斉攻撃じゃなかったけど面白かったし、いいんじゃね。とても俺得なかりでした。ボスもしたしな。アンタダストレイ。そう、ワロタ。それじゃ、今回の動画はこの辺で締めくくろうと思います。ご視聴、ありがとうございました。宿敵のフルフルも枯れたし、フルバレットファイア特化パーティーでも遊べたし、今回はとても楽しめる狩りが多かったです、ね。あとは強化の五石も使ったしね。次の放浪記は次回のアップデート後ということで、投稿された時は何とぞおなしゃす。そしてこの動画が面白かったら評価やコメントもよろしくね。そんじゃ、あざしたー。バイバーイ。